どうもプロボーラーのおっさんです。今日はですね、ササダチャンネルデビューということで、あ、ごめんなさい、間違えました笑けてきた。どうもプロボーラーのおっさんです。今日はですね、ササダチャンネルにとあるプロボーラーが来てくれました。この方でございます。ひじかたプロでございます。じゃーん、ということでひじがついにですね、伊賀ニンニボール来てくれました、はい、自己紹介よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ひじ TV のひじかたです。出ました、よろしくお願いします。いやー、これ聞きたかったひじ TV こうやってやってるの、こうやってやってる。あ、なるほどね。もうひじの由来はやっぱりこうひじかたっていう名前から ね、まあ、学生の頃からなんかひじひじと呼ばれたんで。あ、もうそれからずっと言われてる。あ、なるほど。なんかあのひじかた歳三となんか縁があるんですか。全然ないんです。全然ないということでね、はい、かすりもしないです。すいません、大変失礼いたしましたはい、ひじかたプロね、先日なんと新人戦でね、まあ、初タイトルを、まあ、取られたということで、まあ、今回ね、まあ、その記念に伊賀ニンニンボールにね、まあ、来てもらうということになりまして、チャレンジ開催ということでね、今日は2人で撮影することになりました、はい、土方プロ、なんでじゃあ伊賀ニンニンボールに呼んだのっていう感じになるんですけど、実はあんまり縁もゆかりもないんですよね。まあ言ってしまえばそうですよねそんなにこう関わりがなかったんですけどね、ポワーンっていう感じなんですけどでもですね、はい、まあ、あの実はあの九州で、とある事件事故をきっかけに、そこはあえて触れないで、ね、触れないで、触れないでおきましょう、はい、もうなんかちょっとこの後が大変になっちゃうね。触れないでおいていただいて、そこでね、ご一緒に今チャレンジをさせていただいて、はい、そこを振るみたいなものかもしれますけども、まさかの爆弾が、まさかのね、はい、あのそこで、まあ、白塗りを、まあ、して ね、まあ、一緒にイベントをこう盛り上げたということでね、はい、でその直後だったんですよ、優勝。もうまさにもう何というんですか、あれがきっかけと言っても過言ではない。いや、本当にそうですよ。ねえ、もう気持ちをそこにリセットできたので、リセットしっかりボーリングに向き合うことができましたので、本当に皆さんのおかげで優勝できたと思ってます。気持ちをリセットできたね、はい、何があったんでしょうね。どうでしょうね、何でしょうね、はい、あの僕ちょっと今日睡眠薬は持ってないんですけどはい、ということで、ね、悪いなもういや、もういい、過ぎ去って、冷やす止まらないやめてください。もうね、まあまあいろいろね終わったことですからねはい、ですけど最近ちょっと好調でもあると思いますので、なんか、ね、あの新人戦優勝され、ぶっちゃけその前までそんなに状態良くなかったんじゃないですか。全然ですよ。ですよね、はい、なんかですよねってあれですけどあの結構こうヒージーのこと気になってて、ずっとこう成績あの見てたりもしたんですけど、そんなに状態良くないのかなってずっと思ってて、 でもその後新人戦優勝されて、まあ、それがまあこう自信につながったのか、いいきっかけになったのか、なんかその後の大会でも上位で見かけることが多くなったんで、まあ、あのまあ投げながら、あのせっかくなんでちょっと対戦しながらね、はい、ちょっと行きたいなと思うんですけど、まあ、あのその好調の秘訣というか、はい、まあ、技術的なこともちょっとだけね、はい、まあ、教えてもらいながら、はい、まあ、投げていきたいなと思いますので、ぜひ1ゲームお付き合いいただけたらなというふうに思います。はい、レンコンディションはね、ちょっとジャパンオープン直前ということで、そんなこと言ったらもう明日出発なのに今日絶対練習しなきゃいけない。まあまあいいでしょう。はい、ぜひ2人の対戦楽しんでいただけたらなと思います。はい、自信ありますか？めちゃめちゃあります。めちゃめちゃある。こ、はい、の日のために表情合わせてきましたからね。この日のためにね、はい、ジャパンオープンではなく、明日以降なんか知らん。超全部出します。今日の方が大事です、はい、まあ、今後のためにはそうの方がいいかもしれないまあ冗談です、はい、それではね、2人の対戦楽しんでいただけたらぜひ1ゲームご覧ください。それではどうぞ。はい、それではね、早速投げてまいりましょう。まあ、今日の罰ゲームはちょっと大会前なんで、ちょっとドリアンサイダーすると本当に体調悪くなってしまうかもしれないので最近のササダチャンネル名物フリスクジュースでいきたいなというふうに思います。はい、ストレスや疲労感を軽減って書いてありますけども、飲んでる間にストレスが溜まるジュースでございます。プラマイゼロですね、はい、さあ頑張ってまいりましょう、はい、ではまずはヒージーからよろしくお願いいたします、はい、投げるボールはそうですね、10月発売のザワンリバーブ。お、もうこれ最新ボールじゃないですか。いいですか。いいです。いいですか。いいです。よっしゃ、まあ、今日はまあその良さをまたこのチャンネルで見せていただきましょう、はい、私も負けません。絶対負けないですからね。私もフェイズ AI でいきます。お、もう言っちゃう。さあ、ひじ1投目。おお、柔らかい柔らかい。抜け取るやないかえ、さっきまでちょっと違うボール投げてなかった。あれ、おかしいなよしよしよし、いいぞいいぞ。この日のためにひじは照準を合わせてきたんですけどもちょっと調整が足りなかった。合ってないやないか。よし、私はフェイズ AI で、はい、行きましょう。
お、うまい。お、うまい。何やれ。どういうこと。ちょっとどういうこと。今日お笑い会ですか。もうちょっと真剣な感じだと思ってた。いや、もうね、私が投げる先々はもうトラブルしか起こりませんので。今良かったんだけど。ちょっと薄めのポケットいて角度がありすぎたのかな。お、でもやっぱヒージーすごい。やっぱりヒージーは肘が柔らかいね。やっぱりくねくねです。くねくねだねヒージーね。よし、とりあえずこのスペア軽く取ってきましょう。はい、いきます。大丈夫。あ、よかった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 。ちょっとミスったかと思いましたけども。左に曲がってましたね。左ちょっとね。ヒージでやっぱり柔らかいね。やっぱこう肘使いながらやっぱり投げてるんですか。全然意識はしてないんですよ、はい、僕ボウリング始めたのが小学校2年生なんですけど、はいはい、始めた頃からもう曲げることが大好きで、なんかこう曲げる練習って皆さんすると思うんですけど、はい、あんまりしてこなかったタイプなんですよ。逆にこう曲げない練習をたくさんしてます。へー、曲げない練習。その始めた時はやっぱり曲げたくてしょうがなかった。もう曲げたくてたくないです。曲げたくてしょうがなかった。その時は肘とかいっぱい使ってたんですか。あんま意識しないです、ね、あんま意識せずに、うん、とにかくボールを回転させようってなったらこうなってました。あ、気づいたら肘を使ってた、はい、結果肘を使ってるんです。そうです。なるほど。意識はしてないです。意識はしてない、はい、いやでもやっぱりこう曲げるためには肘がでも大事ってことなのかな。かもしれないですね、はい、じゃあ行きましょう。よし、さあ肘、この一投はお、柔らかい。さあどうでしょう、どうでしょう。よし、肘大丈夫。雲行きが怪しいな。雲行きがやばいな。だいぶ私以上にちょっと怪しいですけど、大丈夫。私より怪しくなってちょっとまずいよ。よっしゃ、行きましょう。おあ、大丈夫。ちょっとあのジャパンオープン2人とも不安だね。これですね、これジャパンオープンのレーンですからね。この直接対地元センターで練習した感じすごい良かったんです。あ、本当に。でも楽勝みたいな感じ。全然違いますね。全然違う。これはちょっとまずいな。さあ、しっかりスペアを。さあ、このスペアはねちょっと楽勝で。さあどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。危ない。やっぱプロボウラーはやっぱこっからですからね。そうですよ、ボウリング5フレからですから。5フレ、確かに確かにそういうとこある。よしよしよし、まあまあまあ、このスペアはねちょっと軽く曲がっちゃうんじゃないですか。大丈夫大丈夫。2人とも危なすぎますって。いやちょっとスローモーションで上げた。今どうなったの、どうなったの。だいぶ危ないけども、いやもうなんかちょっと自分のボーリングに受けてしまってちょっと 笑いが止まらない。あ、ボール変えてるやん、ほらボール変えてる。行きましょう、サンフレ行きましょう、行きましょう。それも最新ボールですか。クラッシャーです。クラッシャー、はい、クラッシャー。なるほど、いつのボールか私は知りません。なんかいい感じやぞ。おーしゃー、いやしゃい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 しブラッシャー、あれはだいぶあのオイルに強そうなボールですね。オイルに強くてハイブリッドの素材のボールなんですよ。あ、ハイブリッドのね、はい、あのでも今確かにこのレーンコンディションちょっとパール難しいね。難しいですね。全然止まるとこないもんだって。川崎グランドさんはもっと曲がったんですか。もっと曲がりましたね。うまいですね。大丈夫じゃない。曲がりすぎ曲がりすぎ曲がりすぎです。だからいやどういうこと。全然結構上手に投げてない。めちゃめちゃうまいです。上手に投げてるよね。完璧すぎるんですね。完璧すぎ、はい、なるほどね。もっと私の人間のように完璧すぎる。はよいけ、はよいけ。関西のノリ分かってるね。お、大丈夫大丈夫。オーケー、ナイス。完璧でしたね。よし、ちょっと質問もしながら行きたいなと思いますが、よっしゃ、大丈夫でしょう。はい、オーケー、ナイスカバーです。
ヒージは天品取るときってなんかこう、はい、こういう風に投げてるとかってやっぱ、まあ、当然あると思うんですけど、どんな風に狙ってますの？まあ、いつも通りの回転とかリリースの仕方だと、はい、やっぱこうショートコンディションとかオイルがないレーンでどうしても曲がっちゃうので、はい、もう何もしないようにストレート、はい、ストレート普段小指をこう曲げて投げてるんですけど、はい、曲げずに構えてまっすぐ投げるようなちょっとバックアップ気味の感じですね。ああ、バックアップ気味 に、まあ、それぐらいバックアップ気味に投げても結局ちょっと左に曲がるような回転になイメージですよね。スパットとかは何かあるんですか？何も考えてないです。嘘。どこ見て投げてるんですか？ピン見てみたいな。ヒージはピン派、はい、なるほど。私もその時もあります。ありますね。なんかちょっとこう、途中がね、こう曲がっちゃったりとか、うんうん、なんかこう出先合わせたい時とかはもうなんか僕ももう思いっきり奥見てもうむしろピンめがけて投げてる方がすごいスペア安定する時もあるので、普段スパットなんですけどそうやって切り替えることはありますね。めちゃめちゃ器用ですね。いや雑なんで言い方を変えればそうかもしれないですけど、言い方変えれば雑です。なんなら今1投目どこも見てないですよね。それは僕もです。いや本当不思議よね、ボーリングって。そうですね。なんか見た方がいかんっていう時もありますよね。間違いないです。本当に。いや、見なさいって教えてるのに、見て、投げる本人見てないことも。本来は見た方がいいんですよ。いや、いい方が。間違いなく見た方がいいんですけど、別に見なくてもなんとかなったりする。なんとかなるっていうのもボーリングだ。さあ、その辺についてはちょっと語り合いながらいきましょう。なんか悪いこと教えてる感じしますよ。さあ、どうでしょう、どうでしょう。おい、柔らかい柔らかい、ナイスです、ナイスです。いや、そのね、どこも見ないっていうことに関してはちょっとね語り合いたいところがあるんですよ。私レーンアジャストって 5大要素っていうのがレーザーっていうことを聞いたことあります。いくらね同じとこ投げれたとしても他のところスピードやったり回転やったりなんかこう軸だったりそういうとこミスった方がリスクになる場合って結構あると思うんです。間違いないです。ですよね。だからどこも見ないで感覚のイメージの中で投げた方がポケットにちゃんと行くっていう風に思うこともいっぱいある。僕それです。ほぼですよね。なんかほぼそう思ってます。そう合わせて投げた方がいい。でもむちゃくちゃスポコンになったら無理な場合もまあそうですね。そう思ったとこに行かんかったら行かないっていう場合もやっぱ結構あるので、まあ、レーンコンディション難易度によって優先されるものが変わってくるって感じですよね。かっこええ、かっこええ。いや、その通りだと思います。さすがやっぱりタイトルホルダー。いや私もタイトルホルダー同じです。いや、これはちょっと参考になったんじゃないですか。いや、っていうかストライク来られてる。まずいまずい。こっからですよ。こっからですね。はい、じゃあ私もちょっと負けずに、さっきいいポケットやったからなぁ。さあ、薄めだったのを柔らかく投げたんじゃないですか。よっしゃー、うまい。よし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 、素晴らしい。 OK。 いやでも今の段階すごい、なんか今ちょっとボール打ち入っちゃいましたけど難しいですね、やっぱりジャパンオープンのレーン、ね、去年より難しいと思いません？そんな感じします。絶対そうですよね、うん、なんかただ速いだけじゃなく、はい、まあこう曲がりすぎたり曲がんなかったり、こうフッキングポイントが安定しないような感じしますね。そうですよね。去年毎年なんかもっと外がバーンって削れてたので、なんかまあ例年なんかみんな外にとにかく向けてみたいな感じだったのが、なんか投げどころがはっきりしないというか、なのでなんか最後のシフトむちゃくちゃ遅くなるんじゃないかなって個人的には思って。それは僕も思いました。ですよね、はい、そうなんですよ。だから実際に稲沢グランドボールさんでこの間チャレンジマッチやらせてもらって投げたんですけど、もうスタートから10枚ぐらいのフッキングポイントからスタートしたんで、はい、もう最後やばいなって話をしてました。去年はもう思いっきり外めがけてたじゃないですか。いや、これがねちょっと今年はちょっと不安材料やなと思って。はい、確かに。よっしゃ、頑張りましょう。不安なことばっかり言っててもしょうがないんです。確かに、なんかだんだんネガティブな気持ちになってきましたよ。さあ、ヒージ、気持ちを切り替えて、気持ちを切り替えて、いいんじゃない？いやー、柔らかい。ちょっとうちの山本明にボーリング教えたって。対象も非対象も分かってないから無理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 、それ言うな。何、新人戦で何があったんでしたっけ？そう、千葉オープンです。千葉オープンで、そう隣のボックスで投げてて、はい、もう結構僕もあんまりこうレーンを理解できてなかったんで理解できてなかった、はい、ね、
すごい難しかったんですよね。難しかったんですよ。こうふと投げてる姿が目に入って、どういうボール投げてんのかなって気に入って、あれって対象コア、非対象コアって言ったら、はい、いや非対象コアですねって言うんで、はい、本当かなと思って、まあね、疑うのは悪いですけど、はいはい、まあ、ちょっと確認しに行ったんですよ、はい、そしたら全然対象コアでしたね言うなよ、はい、みたいな顔してますけど、まあね、そのね、ボールのスペックが分かってなくてもスコアが出るときは全然あるんで全然いいんですけど、はい、なるほどね、まあまあまあそうですね。そんなやついます。いやいやいや、僕もびっくりしましたよ。ね、そんな人初めてだなと思ったんですけど。いや、僕がねサインした選手なので、一応なんか名目上僕がしあの師匠みたいな感じになるので、じゃあ笹田さんの悪い影響を与えて、うんうんって言ってますから、ね。いやいや、俺そんな間違いしたことないですからね。そうですね、さすがにね。いや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 、もうちょっとしっかりしてもらいたい。皆さんも少しはね。この回はアキラをいじる回にしましょうか。ちょっとやばいやばい、ちょっと面白くなってきた。よし行きましょう。フェーズ AI、 おうまいですね。よっしゃ、いいんじゃない。よいしょ、すごい、ほら、いいでしょいいでしょ。あのスピード感すごいですね。よし、いやいやいや、やっぱね、こういう例も投げていてね、こうやっぱ人の意見とかっていうのイメージを聞くってすごい大事なことやと思うんですよ。です、ね、なんかコントロールよく投げなきゃいけないんじゃないかっていう自分もいるし、そっちのイメージの方を優先しなきゃいけない場合もあるしっていうところでね、やっぱこうフィージーはイメージだけに投げてるって聞いて、なんかすごいこう私自身もやっぱそういう世界だよなとか、なんかこうあそこに投げなきゃって思うと、はい、逆にこう体がこわばってしまうというか、硬、はい、くなっちゃう感じがして、僕はすごく窮屈に感じちゃうんで、だいたいあの辺ぐらいの感じの方が良かったりします。ああそうですよね、はい、なんか合わせてこう投げていって、まあ合わせて投げなきゃいけないのはむしろスペアなのかもしれないですね。はい、わかりました。いや、なんでこんな話するかっていうと、あの一回ジャパンオープンでトライのボックスやった時あったんですけど、なんか試合中にね、ダメなんですけどそんな話してたなっていうどうやって投げてんのとか聞いて試合中に、ただの世間話ですね。さあ6振り目、さあどうでしょうどうでしょう、柔らかい、おー見ましたか、これがね、タイトルホルダーです。これがタイトルホルダー、ナイスでナイス。これが山本明との違い。そうです。そうです。そうです。これは非対称コアです。これ非対称コアね、はい、あいつ分かってませんから、対称コアと非対称コア、全く分かってませんからね。で、あの、千葉オープンから帰ってきて、はい、あの、まあ、明と初対面で、はいはい、で、何があったのって言ったんです。なら、急にニヤッとするんですよ。何があったの、いや、ニヤッとしてる、いや、普通何があったのって言ったらこうやってこうなるじゃないですか、はい、そうですね、じゃなくてニヤッとする、何があったんかなと思ったら、いや、未だに何があったのか自分でも分かんないですみたいな未だにどうしていいかも分からないです、記憶消えてるんですかね千葉に行った思い出だけあるみたいな千葉に行った、あ、ちょっとね、もう周りの人が曇ったボールを投げてたので、うんうんうん、自分も曇ったボール投げていましたって言ってたんですけど、もしかしたら光ったボール投げてたのかもしれないですね。もうそれぐらい何も分かってないのかもしれない。まあ、テンパっちゃってたのかもしれないですね。テンパってね。そういう可能性はありますね。そうなんですよ。もうね。あと光の加減とか。結構天気が良くなかったかもしれないんで。そう。そう。しかもなんかもう髪の毛もね、あんなロン毛でかっこよかったのに、はいね、急に短くしてプロゴルファー猿みたいになってますから、ね。散々ですねいや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 、もうこれぐらい言わんとね、これぐらい言わんとあかん、あの成績じゃ。さあ気を取り直して、はい、よいしょ、あれちょうどいいんじゃないですか。あー、惜しいな。いや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 、もうアキラはもうとりあえずこれぐらい言わないかんです。あそこまでひどいのは私もなかなか経験したことないですよあの隣で見ててもだいぶテンパってるなと思いながら見てました僕はテンパってる次元がもうねすごいよね。もうよいしょ、 OK、 よしよいしょ、 OK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 、 よし、どうやったらでも対象コアと非対象コア間違えるの、そんな間違いしたことあります？ないですね。ない見れば分かりますもん。見れば分かる、はい、マークついてるもんね。そうです、そうです。あの1回だけそのテストボールみたいなので、はいはい、あの対象コアにマスバイアスがついたことあるんですけど、はいはい、それ以外は全然間違えたことないです、ね、ちょっとアキラちょっと来てよ、来てよアキラ、ちょっと来てよ、
ちょっとクイズ出したいもん、クイズ。クイズ、ちょっと。クイズ。難しいっすよ、これは。これ、ちょっと聞いてみて。はい。これは対象コア、非対象コア？ボール見ていいですか？ボール見ていいよ、ボール見ていいよ。非対象。これ、いや、これは？これは？対象。あ、対象。分かるやん。分かってるね。分かってるね。なんで？なんで自分のボール分からんかったん？まあ、投げた感じ。見た目より感覚を大事にする派なの。投げた感じで判断すな。投げた感じで判断しないでね。あれ感覚派なんで、はい、分かりました。はい、しっかり勉強してください。ひどい。うちの弟子たちはひどい。いいですね、楽しいメンバーがいっぱいでいいですよ。確かに対象コアみたいな動きする非対称もあるけど、ね、あるけど。いや、はい、ヒージーの回じゃなくて山本明の回になってしまう。サムネイル山本明とかやめてください。そうですね、本当に、はい、よいしょ。危ない。でもやっぱりこう、ハイブリッドの方がすごい動きが柔らかくて、そうです、ね、なんか大事故につながらなそうですよね。間違いです。いや、俺よくフェーズ AI 投げてんな。本当そうですよ。ちょっとこのレーンではこれ投げるの本当すごいですよ。曲がんないもんね。よし、行きましょう。いや、うまいな。どうでしょう。よいしょ。完璧。今の良かった。すごい。素晴らしい。あんな風に本番も投げれたらいいんやけど、本番カーッと力入んねん。多分 1.2 割増しぐらいのスピードで、薄めにいって天秤。そうならへんように気をつけよう。そうなんですよね。さあ、よし、おわ、素晴らしい。よしよし、ナイスです。 OK です。もうあれですよね、出先だけをこうイメージしてそこに向かって柔らかくみたいな感じですよね。そんな感じですね。いや、すごいこう大事な感じです。軸とかも変えたりするんですか？調子悪かった時が、はい、軸が結構縦になってて、はい、フィンガーも、はい、サムもかかるようなフレアの出方だったんですよ、はい、それをちょっとこう改良してシルトが出るようにしたらだいぶ良くなりました、はい、どうやって出したんですか？気合で。ちょっと待って。なるほど、はい、こういう風なイメージからこういう風にしたってことですか？そういうことですね。ううです、まあ、要はこういう風な感じですよね。分かりました。これリリースする瞬間がね、気合い結構気合いじゃないですか、この動きは。確かに、この気合な部分は確かにあるけど ちょっと面白かった。確かにこうグッてやるときってなんかこうね、でもやりすぎると言わす可能性もある、ね、ちょっと気をつけてほしいなと思う、うんうん、ちょっとこれが僕苦手なんですよね。そうなんですよ。そこはもう気合が足りないですね。もっと気合を入れて、気合の問題ってやんないと。分かりました。ちょっと気合なんか力入りそうやな、この投球。ちょっと、よっしゃ、行きましょう。いや、うまい。よいしょー。 OK。 素晴らしい。よし。ちょっと今、ちょっと柔らかく投げれました。いや、めちゃめちゃいいですね。今、めちゃくちゃうまかったですね。これ、笹田さんがいいのか、フェーズ AI がいいのか分かんないんですけど。間違いなく、私がいいです。あ、ですよね。そうですよね。そうです。フェーズ AI がいいです。いや、やばい。ちょっとレーンが読めてきたぞ。さあ、こっから頑張んないと。気合を入れた。入れすぎた。ダメだこれ。気合を入れて、ふってやりました。やりましたよね。ふってやったので、やりすぎましたね、ちょっと。なるほど。ちょっと力余ってんな、ね、対象コアに変えた方がいいんじゃないですか。これ対象コアじゃないですか。それ対象それ山本明でした。大変失礼いたしました。さあ、このスペアもおっしゃ。 OK、 ナイスです。あれ嫌いなんですよ。決勝戦って
今回、はい、誰でしたっけ決勝戦の間は、3位決定戦が藤永プロで優勝決定戦が鶴見プロ。ああなあそうだそうだ、決勝鶴見くんもね、あの元々アマチュアですごい、もうしかも一緒じゃないですか、もしかして同じ神奈川県の JB 所属 で、 ですよ、ね、一緒にこうチーム戦とかも組んで投げてた、はいはい、中なんですけど、そうですよね、鶴見くんもむちゃむちゃしぶといボーリングしますもんね。そうそうそう、いやもうそんなイメージ、アマチュア時代から僕若い頃から多分知ってるたはずなんですよ、僕も JB 出身なので、いやむちゃくちゃあのなんていうんですか、もうなんやろ、気づいたらずっと上にいるなっていうイメージがある、あるんですよ、あの長いゲーム数がすごい得意なんですよね、ずっとコツ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 積み上げていくような印象があるんで、はい、本当しぶといです、しぶといですよね、なんかこうあの失礼なんですけど、すごいこうちっちゃい割にルッキズムダメですよいやいや、ちっちゃ、ちっちゃくてなんか雰囲気的にはなんかこうな、なんなんですかね、なんかアニメキャラ、アニメキャラに例えるとなんかペロペロキャンディーのあのペロちゃんみたいな感じじゃないですか、雰囲気的にはなんか確かにそうです、ね、なんかいつもニコニコされてるしでもなんかボーリングしてたらもうしぶといなとかっていつも思ってて、優しくて ね、まあ、ねちっちゃくてなんかそんな風には見えないんですけど、新人なんかこの前の千葉も頑張ってらっしゃいましたね、すごいですよ、本当に、いやもうそういうこれからというか、まあ強烈な新人もなかなかいっぱい出てきた中で優勝ということでね、これは改めて本当にすごいと思います、ありがとうございます、素晴らしい、ここからまたねちょっと気合を入れていきましょう、その前にこれが大事なんですよね、ここに来たら大変ですよ、え僕が負けちゃいますいやいいんですよ、私はもう自分が大好きですから、ちょっとあの自分がうまいところ見せびらかしたいのでよしな、よしなさい、いやもう最初の方でひどいひどいピンアクションいっぱいお見せしましたからあいいんじゃない、これもうまい、俺今日うまいわ、めちゃめちゃうまいです、今日うまいわ、珍しい、珍しいって珍しい今日うまい、すごいいや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 、よし、あこれヒージーに私勝ったんじゃない、お客様にまだパンチアウトすれば、まあまあパンチアウトすれば、さあこんなヒージー試合を入れて、ヒージー戦チャンピオン、おこれも来たか、おいさすがさすがさすが、まだわかんないですよ、まだわかんない、これでこれで私がストライクやったらちょっと面白くない、ないんですよ。ないんですよ。じゃあ、ひじ、え、いや、いや、ダメだな。これはちょっと私が先に行きましょう。決めちゃいますか？いやいやいや、決めたら面白くないな。ひじから行きましょう。決めちゃいそうだもんな、今日の私は。ちょっといい勝負にできるように。いい勝負に。さあ、タイトルホルダーのひじ、勝負強いところを見せることができるのか？よし。よいしょ、よいしょ、だ、いやー残念、悪くなかったじゃないですか、いや悪くなかったいやいや、でもこれジャパンオープン参加する人にとってはすごい参考になる動画じゃないですか、嬉しいですね、そう言ってもらえると、いやいや、本当にいいんじゃない、いや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 、もうすごい、なんならもう残れやっていや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 、まあある意味セブンテンですけどね、ある意味ちょっとセブンテン、じゃ共同して取りましょう、共同して取りましょう、ちょっと、はい、さあこれはミスることはないでしょう、よし、よいしょ、 OK です、え、あよいしょ、ああはい、ちょっと危なかったちょっとドキドキしちゃいましたね、ちょっとドキドキしちゃいました、よし最後ぐらいいいストライクで、最後はねちょっといいストライクで終わりましょう、さあさあチャンピオン、柔らかい、でも確かに前よりちょっとボールはでも行くようになってますよね、ちょっとそうですよね、なんかもうちょっと前行かずにもう感じ合ってたっていうところが、うんうん、はい、やっぱ変わってます、よし、それじゃあ最後私が締めましょう、これは大正コアですよ山本明さあどうでしょう、どうでしょう、よし素晴らしい、ということでね、
グリコチャンピオン対新人生のチャンピオン、チャンピオンの対決でしたけども、グリコチャンピオンの勝利となりました。よし、いいぞ。いやいやいや、でもね、ちょっとこうやっぱね、こう技術的な話をなんかこういろいろできるって、うんうん、やっぱ楽しいですね。あ、そうですね、いや本当に。いやなんかもう学生時代もホテルにこうみんなで泊まったら朝までボーリングのこと語り合ってたみたいなことなかったですか？ないです。嘘やん。ないです。嘘やん。そういう楽しみなかった？なかったですね。私はちょっとそういうの好きな派やったんですけど、ね、あの人のこういうとこすごいよねみたいな話してたら、気づいたらもうなんかちょっともう夜中の何時までなってたみたいな、そういうのはなかったんですね。知識が増えてきたのが最近だったもんで。ああ、なるほど。学生の時はなかったですね。ああ、じゃあもう こっからね、こっから、まあ、もうタイトルも取りましたし、より自分を深めて ね、いろいろまたちょっと語り合える中に、はい、なっていけたらなというふうに思います。ということで、ちょっと罰ゲームはね、フリスクジュース、ストレスや疲労感を軽減ですけども、飲んでる間にストレスが溜まります。いや、まあ、笹田さんに負けたんでストレスかかってるんで、はい、相当気持ちいいと思います。いや、これ もう私はダメなんです。ダメなんですか？私はダメですけど、ヒージーはいけるのか。さあ、それでは一気飲みしてもらいましょう。いただきます。フリスクのジュースですからね。いける、いける。お、ヒージーいけるタイプ、いけるタイプ。おお、すごいすごいすごい。おお、演技じゃない。本当にやばいです。いや大丈夫。いや、あの口の中に先日以外に2ボールで田中亮也プロがあのドリアンの飴とこれ食べたら2日間ぐらい体調悪かったんで言ってましたので、これちょっとお腹ピーピーになりそうです。ピーピーね。いやいや、試合前なので気をつけてください。はい、まあ、今回ね、あのヒージー、あの本当に新人戦、はい、優勝されてね、あの伊賀に2ボールに来てもらって、こうやって撮影する機会も、まあ、作っていただいて本当にどうもありがとうございました。もう、あの本当に最近好調でね、やっぱこう改良されて、なんか成績も出始めてるということなので、なんかこう、もう雰囲気もすごい爽やかですし、はい、これから非常に人気が出るプロボーラーなんではないでしょうか。はい、ちょっと頑張っていただきたいなと、まあ、いうふうに思います。拠点は神奈川。神奈川の川崎グランドボール。川崎グランドボールで、はい、もちろんヒージー TV ということでね、はい、まあ、ボーリングに関する情報を日々発信しておりますんでね、またご覧いただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。なんか最後に、なんか今後の抱負じゃないですけど、なんかありますか？はい、そうですね。この動画がいつ上がるか、はい、タイミングが分かんないんですけども。今日です。今日です。すごいですね。残れば、ジャパンオープンと全日本選手権の2試合ありますので、はいはい、まあ、この優勝した流れを、はい、そのまま行きたいなと思いますし、はい、新人戦で終わりかと言われないように頑張っていきたいと思いますので、はいはい、皆様今後とも応援していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、まあ、土方プロということでね、はい、土方歳三とは何も関係がないプロボーラー。全く関係ありません。そんなことはどうでもいいですけど、はい、はい、今後もね、活躍楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それでは今回もなければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとう、バイバイ、またね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よし。うん、いいんじゃない？いや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 。もう、もう、なんならもう残れやって。いや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 。まあ、ある意味セブンテンですけどね。まあ、ある意味ちょっとセブンテン。いや、共同して取りましょう。共同して取りましょう、はい、ちょっと。さあ、これはミスることはないでしょう。よし、よっしゃ、OK です。え、あ、よっしゃ、あ、よっしゃ、ちょっと危なかった。ちょっとドキドキしちゃいますね。ちょっとドキドキしちゃいました。じゃあ、よし、最後ぐらいいいストライクで、最後はね、ちょっといいストライクで終わりましょう。さあ、さあ、チャンピオン、柔らかい。でも確かに前よりちょっとボールはでも行くようになってますよね。ちょっとそうですよね。なんかもうちょっと前行かずにもう感じ合ってたっていうところが、はい、やっぱ変わってます。よし、それじゃあ最後私が締めましょう。これは大正コアですよ、山本明。さあ、どうでしょう、どうでしょう。よし、素晴らしい。ということでね、
グリコチャンピオン対新人生のチャンピオン、チャンピオンの対決でしたけども、グリコチャンピオンの勝利となりました。よし、いいぞ。いやいやいや、でもね、ちょっとこうやっぱね、こう技術的な話をなんかこういろいろできるって、うんうん、やっぱ楽しいですね。あ、そうですね。いや本当に。いやなんかもう学生時代もホテルにこうみんなで泊まったら朝までボーリングのこと語り合ってたみたいなことなかったですか？ないです嘘やん。ないです。嘘やん。そういう楽しみなかったなかったですね。私はちょっとそういうの好きな派やったんですけどね。 あの人のこういうとこすごいよねみたいな話してたら、気づいたらもうなんかちょっともう夜中の何時までなってたみたいな、そういうのはなかったんですね。知識が増えてきたのが最近だったもんで。ああ、なるほど。学生の時はなかったですね。ああ、じゃあもう こっからね、こっから、こっから、まあ、もうタイトルも取りましたし、より自分を深めて ね、 そうですね、いろいろまたちょっと語り合える中に、はい、あのなっていけたらなというふうに思います。ということで、ちょっと罰ゲームはね、フリスクジュース、ストレスや疲労感を軽減ですけども、飲んでる間にストレスが溜まります。いや、まあ、笹田さんに負けたんでストレスかかってるんで、今、はい、相当気持ちいいと思います。いや、これも、もう私はダメなんです。ダメなんですか？私はダメですけど、ヒージーはいけるのか。さあ、それでは意気込みしてもらいましょう。いただきます。フリスクのジュースですからね。いける、いける。お、ヒージーいけるタイプ、いけるタイプ。おお、すごいすごいすごい。おお、演技じゃん。本当にやばいです。いやいやいや、大丈夫。いや、あの口の中で先日イヤニーニボールで田中亮也プロがあのドリアンの飴とこれ食べたら2日間ぐらい体調悪かったんで言うてましたので、これちょっとお腹ピーピーになりそうです。ピーピーな、いやいや、試合前なので気をつけてください、ね、はい。まあ、今回ね、あのヒージー、あの本当に新人戦、はい、あの優勝されてね、あの伊賀ニーボールに来てもらって、こうやって撮影する機会も、まあ、作っていただいて本当にどうもありがとうございました。もうあの本当に最近好調でね、やっぱこう改良されて、なんか成績も出始めてるということなので、なんかこう、もう雰囲気もすごい爽やかですし、はい、これから非常にあの人気が出るプロボーラーなんではないでしょうか。はい、ちょっと頑張っていただきたいなと、はい、ありがとうございます、まあ、いうふうに思います。拠点は神奈川、神奈川の川崎グランドボール、川崎ブランドボールで、はい、もちろんあのヒージー TV ということでね、はい、まあ、あのボーリングに関する情報を日々発信しておりますんでね、またご覧いただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。なんか最後に、なんか今後の抱負じゃないですけど、なんかありますか？はい、そうですね、この動画がいつ上がるか、はい、タイミングが分かんないんですけども、今日です。今日ですか、すごいですね残ればジャパンオープンと全日本選手権の2試合ありますので、はいはい、まあ、この優勝した流れを、はい、そのまま行きたいなと思いますし、はい、新人戦で終わりかと言われないように頑張っていきたいと思いますので、はいはい、皆様今後とも応援していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、まあ、土方プロということでね、はい、土方歳三とは何も関係がないプロボーラー、全く関係ありませんそんなことはどうでもいいですけど、はい、はい、今後もね、活躍楽しみしていただけたらなと思います。はい、それでは今回もなければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとう、バイバイ、またね。ありがとうございます。